皆さんこんにちは、スマシ TV です。7月8日、スノーマンの目黒蓮さんが主演を務める月9ドラマ海の始まりの第2話が放送され、関連ワードが続々と X のトレンド入りする事態になりました。そして現在話題となっているのは、目黒さんの相手役を演じる有村架純さんでしょう。7月8日配信のウェブ版女性自身が昨年末に交際報道のあった有村架純さんとキング&プリンス高橋海人さんに関する記事を掲載。2人はこの春破局した可能性があるそうです。そんな中、キンプリファンの間で高橋さんのある異変が話題となっていたそうです。今回はこちらについてまとめました。7月8日、目黒蓮さんが主演を務める月9ドラマ海の始まりの第2話が放送され、脇を固める俳優陣にも大いに注目が集まっています。第2話の放送を前に TVer のお気に入り登録数が100万人を突破。海の始まりをはじめ、弥生さん、鳩サブレなどのドラマ関連ワードが軒並みトレンド入りするなど、その注目度は凄まじいものがあります。ドラマには亡くなった恋人水木の好物として鎌倉名物の鳩サブレーが登場。放送直後には鳩サブレーの公式サイトが一時サーバーダウンするほどの事態になりました。各局の夏ドラマがスタートしつつある中、海の始まりは今期最注目作品になることは間違いないでしょうし、サイレントと同じように社会現象を巻き起こす可能性もありそうです。ドラマはメインの目黒さん、有村さん、古川さん、子役の伊豆谷さんに加え、演技派の大竹しのぶさんや池松壮亮さんの圧巻の演技や存在感も見どころの一つですが、さらに脇を固めるイケメン俳優2人の存在も話題を呼んでいます。海沿いの町にある図書館で働く若手司書前田俊樹役として、少年忍者の川崎幸喜さんが出演。角の同僚で水木もここで働いていました。第1話ではセリフのない数秒のシーンだけの登場でしたが、第2話からは本格的に登場することに。第1話では水木の葬儀のシーンにちらっと登場して一部ファンをざわつかせましたが、第2話からはセリフもあり、その自然な演技で視聴者を魅了しましたね。これに対し X では、川崎幸喜、お芝居が自然で良い、川崎幸喜さん、これだけすごい役者陣に囲まれてる中で浮かない演技力持ってる人なのすげえありがたい、上手い人しかいない作品で微妙な人が一人でもいると世界観ぶち壊れるので、幸喜さんみたいな顔が可愛い司書さんがいる図書館なんて毎日通っちゃうよ、可愛すぎるなどのコメントが寄せられていました。また目黒さん演じる夏が働く井端印刷の同僚藤井役を演じるのは中島歩さん。気軽に相談しやすい職場の先輩で、夏には既婚者ならではの話もしてくれるという役どころだそうです。第2話では落ち込んでいる様子の夏に優しく声をかける場面があり、そのダンディーなルックス、低くて印象的な声にも注目が集まりました。視聴者からは突然の中島歩む、うおい、海の始まりの第2話に中島歩さん出てきたじゃん、夏くんの職場の方、うおお、中島歩さんのイケボを聞けるだけでいい夜だよな、こんな会社ある、イケメンオフィスですね、といった声が上がっていました。大ヒットの予感漂う海の始まりでは、目黒さんと有村さんの2人を取り巻く俳優陣とその演技にもますます注目が集まっていきそうですね。そして第2話は有村さん演じる夏の現在の恋人百瀬弥生の過去が掘り下げられたこと、夏の娘の名前海ちゃんが X トレンド入りしたことから思わぬ注目が集まっています。主役である目黒さん演じる夏にも見せ場はありましたが、全体的に有村さん演じる弥生の存在感が非常に強かった回であることから、視聴者から有村が主演に見えるという声が続出。涙はいろんなことが重なった涙だったんだね。夏があんなに罪悪感持ってたことに対して自分はって思ったんだろうな。これをもし小説にするとしたら、
主人公は夏じゃなくて弥生だと思う。完全に目黒蓮や海ちゃんからこのドラマの主役の座を奪ってる有村架純が怖い。推しが有村架純なので弥生目線で泣ける、てか主役まである、といった声が多く寄せられていました。目黒さんの出世作であるサイレントもそうでしたが、生方美久氏が脚本、村瀬健氏がプロデュースするドラマは群像劇で丁寧にそれぞれのキャラが掘り下げられていく。メインキャラが全員主人公に思えてくるようなシナリオ作りに定評がありますからね。ただこのタイミングで有村さんが主演級の存在感を発揮したことで、現実のニュースがよぎってしまう視聴者も多く出てきていますね。有村さんは7月8日早朝、キンプリの高橋海人さんとの破局がウェブ版女性自身に報じられました。有村さんと高橋さんは2020年放送のドラマ姉ちゃんの恋人で指定役を演じたことをきっかけで交際に発展したと23年12月女性セブンに報じられていましたが、今春に別れ話を重ね約3年に及ぶ交際に終止符を打ったと前述のウェブ版女性自身が報じたのです。破局の理由は有村さんの結婚願望が強いのに対して高橋さんはアイドルとしてやりたいことが多く、結婚観の違いが要因だと報じられています。そんな高橋さんはファンからかいちゃんの呼び名で親しまれていますが、海の始まりが放送されたことで夏の娘の名前である海ちゃんが X トレンド入り、同時に有村さんの名前も X トレンド入りし、有村架純、海ちゃんの並びに高橋さんのファンも反応したのです。海の始まり、海ちゃんって文字で見るとうちの高橋海人かと思っちゃう。ついでにトレンドに有村架純、海ちゃんって並んでると思うさ、文字で見ると海人が脳裏によぎってしまう。トレンドに海ちゃんってあったし、ちっちゃく有村架純ってあったから海人なんかあったって思ったら海の始まりだった。有村架純ドラマ海ちゃん比べかいちゃん、有村架純の顔見ると高橋海人がちらついて仕方ない。電話するときに切り替えて明るく振る舞うシーン心えぐられる。高橋海人くんとの熱愛報道をよぎる、といった声が X にも多く寄せられていました。また有村さんが以前より痩せているように見えたことでファンから体調を心配する声が上がっていました。すると有村さんは7月5日自身のインスタグラムで、日々作品に向き合っていく中で消費カロリーが多いもので食事は自分のペースでとっているので心配しないでね、ごめんね、気にかけてくれてありがとうございますと綴り、ファンを安堵させていました。しかし一方で高橋さんとの破局報道が出たことでネットでは痩せたのは失恋の影響ではといった憶測も飛び交うことに。さらにキンプリファンの間でも高橋さんのある異変が話題になっているそうです。7月6日に放送された音楽特番 The Music Day 2024にキンプリが出演し、新曲ハーフムーンを熱唱しました。その際高橋はソロパートのすぐに会いたい、今すぐ抱きたいという歌詞の部分をすぐに会いたいと2回続けて歌っていたんです。さらにその後も込み上げるように心が騒ぐのところを咲き誇るように心が騒ぐと歌うなど、いくつかの歌詞を間違えていました。するとキンプリファンの間では、カイトがこんな歌詞の間違え方するなんて珍しい、どうしたんだろう、会いたくて会いたくて咲き誇るほど心が騒ぐようなことがあったのかななどと高橋を心配する声が上がっていました。それだけに今回有村との破局報道が出たことで、まさか失恋を引きずったりしてないよねなどと憶測も上がっています。有村さんが痩せたことや高橋さんの歌詞間違いは偶然かもしれませんが、破局報道があっただけにプライベートと結びつけてしまう一部ファンもいるようです。第3話でも大きな存在感を示しそうな有村さん、最終回まで高橋さんの顔がよぎり続ける視聴者は多いのかもしれません。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは
次の動画でお会いしましょう。